子さん、配膳終わったみたいですよ。みんな、席に着いた？先生、整いました。はい、お疲れ様です。じゃあ、いただいちゃいましょう。いただきます。いただきます。にしてもお寺でカレーとは、いくら合宿の定番とはいえ、なんだか妙な組み合わせですよね。あら、そんなことないわよ、秋田さん。カレーってどこの国から来た食べ物？インド？ピンポーン。じゃあ、仏教はどこの国から来た宗教？インド。ほら、つながった。カレー発祥の由来は諸説いろいろあるけれど、お釈迦様が元祖だって話もあるのよ。わあ、元祖釈迦カレーってマジですか？眉唾ですけど、マジなのです。異色同源といえば中華の漢方を想像しがちだけど、カレーだって元を正せば様々なスパイスを調合した立派な薬膳料理ですからね。寺では夕下のことを薬石と申しますが、今夜まさにそれですな。では早速。これは少し辛めですけど美味しいです。私はこれぐらいがちょうどいいかな。もっと辛くても構わないけど。クガー！ももちゃん？これは確かに皆さんがおっしゃる通り、美味しく作られたカレーと言って良いでしょう。だがしかし、このカレーはよくできたカレーだが、肝心なものが抜けている。愛情？心身の発育に必要な栄養素である肉分が食卓に見当たらないとは、一体どんな了見なのですか？とことん納得いく説明を要求する。納得いく説明も何も、ここって禅寺だし、精進料理の方がいいかなって。相沢さん、お味噌汁のお出汁にも鰹節とか煮干しは使ってなかったわね。ちゃんと本で調べてきましたから。本日のメニューにはお魚もお肉も一切使っておりません。
し椎茸ですか？はい、昆布と干し椎茸です。普段は使っていないんでちょっと心配だったんですけど。十分美味しいですよ。よかった。いやいや、よくない、よくないですよ。やれやれ、これだからハングリー精神に欠ける少女趣味のアマちゃんとか箱入りお嬢様は困るんですよ。少女趣味のアマちゃん、箱入りお嬢様。いや、これが美味しいのは認めますけどね。ゾワチ、ちょっとあっち見てみなさい。指ささない。どうぞ。いやいや、ありがたい。若い娘さんに酌をしてもらうのなぞ久方ぶりじゃ。どうれ、花子さんにもお返しを。あ、これはこれは、ごちそうさまです。お嬢様、いいんですか？いいも何も、これは泡般若じゃよ。え？日本仏教切手の聖地、かの高野山の宿坊でも問題なく贖うことができる。血の巡りを良くし、浮世の憂さを晴らす、悟りに近づく薬じゃよ。ようやく口に逃がしじゃな。本当、ちょっと苦味が強いですね。お嫌いですかな？いえいえ、苦いのもこれはこれで。まこと大人の味ですな。子供には毒ですから。さあ、鈴木さんももう一杯。おっとっと、ああ、こりゃすまんわい。まあ、アワハンニャとか言ってますし、青年の一種に関しては了見の狭いこと言いませんけど。未成年には見えんかの。当たり前のように厳しいです。それはそれは残念至極。和尚さんがお酒を飲んでる時点でゼンデルだし精進料理の方がいいかな。なんてアマちゃんな配慮は無駄以外の何者でもなかったのだよ。さあさあさあ、理解したなら観念して、私に動物性タンパク質をば。はいはい、そこまで。文句言う人は食べなくていいから。あ、そんなご無体だ。う、ザワッチがこんなに凝り性だとは思わなかったんですよ。合宿先が禅寺じゃなかったらね。ヤスミ、サラダのおかわりってまだある？ちょっと佐先輩、なんでこんなに遠い禅寺まで来て合宿なんです？私に聞かれてもね。おさ、あんた部長でしょ。夏休み前までは肩書きのない部員だったもの。
今年も合宿するとは聞いてたんだけど、よもやこんな遠出をするとは。去年は学校の体育館で寝てたわよ。妖精の先輩なんて頻繁に部屋に戻ってましたよね。極端から極端に走ったわよね。温泉が決め手でしょうか。まさか鬼退治の剣法を習いに来たとか。鬼退治の剣法？知らない？この辺に伝わる鬼退治の昔話。というと先生がバスで話してくれたあれですか？あれじゃない？あれでしょうか。あれですね。あれあれ言われても私にはさっぱりなんだけど、多分それのことね。ああ、その鬼退治の剣法が海を挟んだ鬼ヶ島浦島に代々伝わってるって話。その話って眉唾っぽくない？確かにその起源的には眉唾なんじゃが、江戸時代より前から伝わる滅法強い剣法があるのもまた事実。その名を根方九郎流と申す。なんだか苦労しそうな名前ですね。これこれ、九郎様というのは鬼退治の昔話で、鬼王の妖力を封じ込めた竜神様の名前ですぞ。根方宗次さんという方が現在の宗家だが、この御仁がまた滅法強い。どれぐらい強いんですか？根方さんは九郎様の妻子でもあり、島からは一歩も出ませんから分かりやすい比較対象があまりないのですが、お嬢さん方は葵さん、そこの花子さんのお父さんがどの程度強いかは知っておられるかな。角兵衛師匠ですか？師匠は素人目にもめちゃくちゃお強いですが。わしも若い自分には竹刀を取ってはそこそこ鳴らし、古流を習っては褒めそよされた、それなりに知られた剣士だったのじゃが。お嬢さんは比較対象ありますか？葵さんとの試合の結果は勝ち星負け星ほぼ五分五分、いわゆるライバル関係でしたな。お嬢さん、見かけ通りに強い人。角兵衛先生と互角でしたら全国クラスの実力者ということですよね。まあ若い自分の話じゃよ。当時はわしも剣の道に燃える血気盛んな若者じゃったから、強い強いと噂に聞く根方さんともし合ったことがある。というか、というか一向に試合を申し受けてくれんので問答無用で打ちかかったことがある。ていうか、和尚ってお坊さんですよね。当時はヒゲの代わりに髪が生えておったわい。うわあ。それで勝負の結果は？あっさり負けましたな。それからしばらく何度かそういうことを繰り返しておるとですな、いろいろと思うところが出てくるのじゃよ。これはもう出家するしかないと。それほどのものでしたらぜひ見てみたいものですね。
それは難しいかもしれん。あと数日で九郎様の祭りがありますのでな。お祭り行きたい、行きましょう。残念ながら祭りの前後数日は決済と称して船も港にこもっておる。島へ渡る交通手段がありませんな。島に渡ったところで島の人間以外には、島の人間でも関係するのはごく少人数に限られている被災中の被災らしくての、祭りの当日島民はほぼ全員家の中にしっかりこもって一切外には出ないらしい。何その美味しすぎる設定。鈴木さん、そういうネタはもっと早く教えてくださいよ。学生の頃にその情報をもらってればそれでレポート書いたのに。すまんの。とはいえ知っておっても秘密の祭りじゃからレポートのネタにはならなんだな。余震場こっそり忍び込みあれこれ見聞きできたとしよう。はい。花子さん、お主がそれを胸の内に秘めている間はよい。しかしじゃ、その研究をまとめて発表などしてみ。発表というからにはどこの誰がそれを調べたのかも明らかになるわけじゃろ。お前さん、命はないぞ。今となってはさすがに冗談だとは思うがの。にしても暇ね。大貧民でもやりますか。修学旅行じゃないんだから。似たようなものですよ。まあ確かにね。ところでは大富豪ではないのですね。私も混ぜてくれる？いいですよ。姫先輩のところではそっちなんですか？言えばみんな知ってる？何を？修行中のお坊さんって築日とか言ってさ、4と9のつく日にしかお風呂に入らないらしいのよね。それ本当の話？マジでマジで。
夏とかの汗をかく時期は辛そうですよね。でもその分、水掘りしたり滝に打たれたりはするんでしょ。この辺りだと海だとか、冬とかの水が冷たい時期は辛そうですよね。まさか和尚さん。大丈夫大丈夫、あの人は温泉引いちゃうぐらい風呂好きだし。だいたいアワハンニャとか言ってビール飲んだりする人たちが額面通りに決まりを守ってお風呂に入らないわけないじゃない。やれやれ、安心しましたよ。ところでオサ、何？正常って強いの？弱いの？なんで？オサは結構強い。姫さんもそれなりに強そうな感じで、ヤスミンは問題ない。私としたことが、モモチーばかりは読めないのよね。強そうでもあり、弱そうでもあり。ふふふ、私は竹刀握ってまだ半年経ってませんよ。高校デビュー？なんでまた急に剣道に興味示したわけ？いや、単にザワッチの付き合いで入っただけでして。入りたい部とかなかったの？あったんですけど、ありませんでした。どっちよ。うちの学校、軽音部とかなかったんですよ。こう、歪ませまくったギターとかをギュンギュンに弾き倒せるようになりたかったんですが。ギター買って、部屋で弾けばいいじゃない。アンプにつないで地獄よりもうるさくやるには、部室とかのまともな設備が必要ですよ。あと、仲間がいないとバンド組むのも無理ですよ。軽音部あっても、音楽性が一致する仲間は見つからなかったかもしれません。で、モモチーを引き入れたヤスミンはなんで？別に、私はその、中学の頃は家の都合で部活に入れなかったから、部活に入りたいと思ってましたし。それが剣道部だったのは。ウサ先輩と姫先輩の、オリエンテーションでのデモがかっこよかったから。